青ひげ公の城には来なくてはいけません。僕にはひげはありません。青くもありません。でも赤ひげのようなこともしません。男の記憶の中には必ず過去の女の人が住んでいます。女の人は記憶を上書きしてしまうでしょ。そんな女は人間じゃないと思ってんのが男です。女から見ると男はわからない、男から見ると女はわからない、だから面白いというのがこの青ひげ公の城です。中台さんの顔も拝めますよ。彼がなんと一番最初にあなたのつもりで、お客さんのつもりでこの作品へのイントロダクションを作ってくれます。じゃあこの池袋コンサートホールでのコンサートオペラ青ひげ公の城、どうぞお楽しみに。